立憲民主党有田有志、北朝鮮にワクチンを提供しろと要求。立憲民主党の有田さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。拉致特別委員会で森友子さんが北朝鮮にコロナのワクチンを提供しろと提案すると、ネトウヨゾロゾロの状態だという。現実の対北朝鮮外交の歴史も知らない嫌がらせだ。今必要なことは、 切れてしまった交渉の糸口をつかむことでありその一つが医療支援だとなっておりまして有田さんまたしても国民の皆様を侮辱されておられますが有田さんまずですね北朝鮮は一切ワクチンを提供してほしいと要請していないという事実を無視されてしまっております北朝鮮はお仲間の中国やロシアにも 要請しておりませんのでそのような中で日本がワクチンを提供すると宣言しても北朝鮮は日本の施しなどを受けないといった対応を取ってくる可能性すらあるとの指摘すら出ておりますさらにこれまでの北朝鮮に対するさまざまな支援は問題解決に結びついていないという歴史的に 疑いようのない事実がございますし、また、必要のない支援によって北朝鮮を延命させてしまっているという残念な現実がございます。現状、コロナ禍において北朝鮮に対する制裁の効果がかなり高まっておりますので、ここで打つべき手は制裁のさらなる強化ではないんでしょうか。 北朝鮮が自らさまざまな問題を解決すると主張できるような環境を整えることこそが日本や国際社会に求められているはずでございますので立憲民主党には有田義さんにはまずはこれまでの北朝鮮に対する支援が問題解決に 全く結びついていないという事実を受け入れていただき、これ以上、拉致問題などに関連し、国民を挑発するような暴言を繰り返されないようにお願いいたします。